はい、ということで突撃まえちゃんちということで皆さんお久しぶりです。まえちゃんち外伝ということで今日は高圧洗浄が来るので中継したいと思います。高圧洗浄ということでやっぱり業者さんがおっしゃるにはですねやっぱり、詰まった時に高圧洗浄に来た時にですね、下からしか、高圧洗浄ができないと、詰まった汚い水とかがですね、まあ、どうしても気を使いながらですけど中に溢れてしまって中を汚してしまう汚水で汚してしまうことがあるんで、上からがありがたいですねとは言ってましたね。以上です。また来週やるの。